い、皆さんこんにちは、バーチャル YouTuber のゆかです。今回はですね、実は以前からステラベリーさんというモデラーさんにご依頼して用意していただいていたゆかのバーチャル PC デスクがですね、ついに届きまして、今日はデスクツアーなんかやっていけたらなと思って動画回してます。デスクツアーってもうめちゃめちゃ YouTuber っぽくないですか？リュカ、もうデスク届いたら絶対やろうと思ってて、もうこういうやつね。こういう話がまずもうね、余計だと思うんで、はい、このまま行きましょう。よろしくお願いします。それじゃあ早速ですね、PC 回避にして、スペックの方横に書いておきます。これ、もうなんだかんだ1年使ってますね、このゲーミング PC。いや、なんか最初の VTuber デビュー初期頃にお金ない時に Amazon で買った組まれてた PC なんですけど、いや今考えたら言語道断って感じですよね。いやでも見た目が白くて気に入ってるんで、とりあえず白買っとけみたいな気持ちで白買ってますよ、これ。いやでもスペックもうちょっと足したいなと、グラボ周りどうにかしたいなとは思ってるんですけど、まあまあゲームとかもサクサク動画編集もできてるので、まあ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 って感じで、いつか買い替えたいですね。で、合わせて買ったのがこちらのモニターなんですが、まあ買った理由は白いからということなんですけど、まあていうか動画編集とか配信とか Vlog とかこう画面にごちゃごちゃ表示させちゃうので、画面はでかければでかいほどいいと思ってるんですけど、まあ一応 4K のモニター、何でしたっけ、湾曲モニターを持ってるんですけど、ちょっと今回は配信で使ったりして PC とモニターの隙間から顔とか出したいなと思って、今回はこちら用意させていただきました。で、そんでもってキーボードなんですけど、こちらバッファローの1300円くらいのキーボードなんですけど、めっちゃ安くて、なんかその時お金なかったので、もう安くてしのけや、なんでもいいだろうと思って買ったんですけど、なんか通話とか友達としてると、キーボードの音いいよねとか結構言われるので、まあ、打ち心地も悪くなくて気に入ってました。最近はゲーミングキーボードも買ったんですけど、併用して使ってます。で、隣にあるのがトラックボールの、あれ、ロジクールのマウスですね。普段作業とか、まあ YouTube 見てたりするときはこれを使ってて、最近新しく買ったのがまたロジクールのワイヤレスのゲーミングマウスなんですけど、なんか今まで普通のよくわからないマウス使ってたんですけど、そんなんじゃ Apex 弾当たらんよと言われたので新しく買い替えました。いや、ロジクールを特別愛してるとかそういうのではないんですけど、とても使い心地が良くて気に入っております。トラックボールのマウスって最初買ったときも重くてめっちゃびっくりしたんですけど、やっぱ手を動かさなくていいと楽だなぁと思って。ただなんかトラックボールのマウス買うと世界変わるよって言われてたんですけど、別に世界は変わんなかったですね。そしてついに来ました、このハイパー X のマイク。いや、明らかにさっきからチラチラ映ってたんですけど、あんだけ白がいい白がいいって言って、このマイク赤と黒って話なんですけど、これ USB マイクで上触るとミュートで下に音量調節バーがついてる大変優れものとなっているのですが、いやー見た目がいいですね、本当に。お値段ぼちぼちって感じだったので、音質も USB マイクとしてはそこそこいいんじゃないかなと思ってるんですけど、打活動する身としてはそろそろコンデンサーマイク買わないといけないんじゃないかって話もなってくる気がしますけど、やっぱりこの見た目がたまらないですね、本当に。これミュートしてないとき赤いところが光ってミュートシュート消えるっていう仕様なんですけど、友達からはストーブみたいだねって言われました。活動初期から使っているので、もうなかなか長い付き合いですね。まだまだ買い替えるつもりはないですと、まあこんな感じで駆け足で喋ってきたんですが、リュカの PC デスク周りこんな感じとなっております。まあデバイスのことあんまりそんなに詳しくないんですけど、これからねいろんなの買い揃えることになると思うので、 VTuber 生活ぜひこれからもリュカのこと応援よろしくお願いします。またオリジナル曲とかアップできる予定があるので、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。それじゃあここまでご視聴ありがとうございました。また配信でお会いいたしましょう。バイバーイ。